日本儀駅は、新潟県上越市中区板橋にある、越後時めき鉄道、日本貨物鉄道の駅である。新潟県内の鉄道駅において唯一、スイッチバック設備を有する駅である。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。構内の東側にある駅舎とは、地下通路で連絡している。付近は、約25パーミルの急勾配が連続することから、 スイッチバックが採用され、2007年までは、当駅から隣接する、日本相ダ日本技工場構内への専用線が設けられていた、関係上、現在まで、スイッチバック構造が維持されている。下りの停車列車は、下り勾配が続く本線から左側に分岐して、水平のホームに入り、発車後は、進行方向を変本線を横切って、引き上げ線に入り、 再び進行方向を変え、本線へ進む。現在定期設定はないが、通過列車は当駅によらずそのまま通過することが可能である。業務委託過後のコンコース、新井駅が管理しており、越後ときめき鉄道の駅員は配置されていない。校内清掃などの駅運営は、NPO 法人、中国町づくり振興会に委託されている。公式には、 業務委託駅と称されているが、出札、集会札業務は委託内容に含まれておらず、営業形態としては無人駅と同様である。駅舎内にはタッチパネル式自動券売機のほか、飲食店や土産物品店を併設した里丸無、かつての駅事務室を転用したコミュニティルームが設けられている。JR から越後時めき、鉄道に移管されてから4年間は、 直営駅として運営されていた。直営駅時代は、切符販売窓口を有しており、定期券や、企画乗車券などの発券業務も行っていたが、業務委託化に伴い取扱いを終了している。JR 東日本時代は、JR 新潟ビジネスが受託する、業務委託駅で、JR 東日本新潟支社の直江津駅が管理していた。有人改札口。 切符販売窓口のほか、自動券売機が設置されていた。乗り場 JR 時代の駅舎移管当初の駅舎開業前年の1910年地区の駅舎が修繕されながら供用されており、妙高はね馬、ま、ラインでは唯一路線開業時の駅舎が現存する駅である。駅舎とホームをつなぐコンクリート作りの地下通路は、 1941年から1940にかけて作られたものであり、戦前で地方で作られたものとしては珍しい。また、長野寄りの引っ込め線を覆う木造の雪囲いは1911年に建築されたもので、明治時代のレールを柱として再利用し、壁や屋根を木の板で構築している。2018年には、上越市の補助を受け駅舎外観の復元を行った。 これにより、サイディングを撤去して古い漆喰壁が復元され、屋根とひさしの間の最高用高窓が復活している。町合室は、越後ときめき、鉄道への移管後に一旦閉鎖されていたが、上越市の地域活動支援事業に基づき、中郷観光協会が主体となって2015年8月に改修が行われ、2015年11月8日から再び供用を開始した。 待合室には日本儀駅のスイッチバックを再現した鉄道模型のジオラマが常設されている。JR 貨物の駅は専用線発着のコンテナ貨物、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅となっている。側線から分岐し、駅西側にある日本ソーダ・日本儀工場へ続く専用線があり、コンテナやタンク車による製品、原料輸送が行われ、 気象車の他300型も、同工場と浜川崎駅間の列車に使われていた。2006年8月までは、タンクコンテナで製品のメチオニンを、本木不当駅へ、原料のアクロレインを、大竹駅や北九州貨物ターミナル駅から輸送し、タンク車で原料のアオカソーダを輸送していたが、同工場でのメチオニン製造が終了したためすべて、廃止された。それ以降は、 火星ソーダや火星狩りの輸送が小規模に行われていたが、これらも2007年3月30日限りで廃止され、現在、貨物列車の運行はない。2020年度の1日平均乗車人員は81人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。八重桜駅前には八重桜が植えられており、春を迎えると満開になる。 駅周辺は主に住宅が並ぶが、商店や旅館もある。前述のように、駅西側には、日本ソーダ、日本技工場がある。2020年4月時点での情報を示す。なお、このほか、中郷地区が設置した、スイッチバックの線形を模したスタンプが2つ置かれている。注釈出店出店。ありがとうございます。